ちゃんぶてぃー、はい、まいのんです。今日はですね、お久しぶりのこの企画、お絵かきゲーム、イエーイ。はい、ということでですね、今日はですね、アプリを使って一緒にヨキさんとミキさんと遊びたいなと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、ということで早速始めていきたいんですけど、私が最近ハマってるアプリがあって、はいはい、一緒にやってもらってもいいですか。アプリを取ってください。はいはい。お絵かきコラボっていうアプリなんですけど、撮れました。これですか。それです。見てないけど多分それ。そしたらですね、始めていきたいんですけど、横持ちです。じゃあ友達と遊ぶっていうを押してもらって、うん、合言葉ひらがなのんのん。ひらがなのんのん。はい、これは2人で絵を完成させるんですよ。ちなみに合言葉だけ入れたらお家同士でもできるし、オンラインで知らない方と対戦することもで、対戦というか協力ですね。このゲームは協力して一つの絵を完成させるって感じです。それでは行きたいと思います。決定、マッチングするので、あ、ゆきさんとマッチングしました。はい、考える人、あなたは顔を描きます。ゆきさん体です。はい、よーい、スタート。顔ってどこだかな。わかんない、わかんない。こういう、こう、かん、こういう、こういうね。はい、ちょっと終わっちゃいましたよ。早い早い完成、早い早い、いきます。早い、ダメ。ねえ、なにこれ。なにそれ。ダメです。完成、保存しときますね、一応。もう一回遊ぶ。ちゃんとやってくださいよ、キさん。結構ちゃんとやってるんですよ、ね、演歌歌手の体、難しい。よーい、ピー。絵は描けないんですって、本当に。30秒早いって。なんでそんな、なんか眉毛太いの。悪くなかったと思う。難しいな。カウボーイの顔。カウボーイ、よーい、ピ。カウボーイ、あれだよ、あれ牛のやつですか。テンガラハット、やばいじゃない。いきますよ、せーの。ねえ、ヨキさん、ヨキさん、じゃあ、なんかあの横向きに座ってる人を想像しました。ねえ、カバンの前だ。もう一回いきましょう。最後ですよ。難しすぎるな、これ。一休さんの顔。よーい、ピー。一休さん、一休さん、いきますよ。ちょっと早い、せーの。あ、見てる、ほら見てる、カッパみたいになっちゃった。はい、じゃあ次、私とミキさんにします。いきます。もう一度。はい、ミキさんとマッチングしました。やっば、原始人の顔、体、よーい、ピン。え、わかんない。笑っちゃう、どうしよう。ちゃんと真ん中意識してくださいよ。すいませんでした。
多分難しい。でまだミキさんは体だからいいけど、次顔になったらミキさんの本性が出るので、いきますよ。ミキさんの絵のうまさが分かります。体になったの。よーい、ピー。顔は普通に可愛く描いてた方がいいですよね。分かんない。なんかさっきと同じ感じになっちゃった。よし、はい。いや、ダメだ。いきますよ。せーの、ラグビー選手ね。お芋掘りしたみたいな。顔が上手すぎてちょっとなんか、消えた。いきます。難しすぎる。ミキさんの顔、え、うわ、ツバメ。え、かわいい。これしかできない。あ、かわいい、かわいい。いきますよ。せーの、ツイショット私。ちなみにとうとう文字を書き始めた。できましたよ。僕もそれ文字書いちゃうやつ。え、なんか体だった。え、ちょっと、ちょっと先生、何足がめっちゃスリムねえ、ミキさん、やばすぎ。体、よしよし、きたきたきた。ミキさんの出番ですよ。ひまわりくんです。うわ、私からの、よーい、スタート。うまっ。めっちゃイメージこんななんだけど。え、どんな口なんだっけ。あ、ちょっと、待って、待って。え、うわ、いきますよ。せーの。な、あれ、そんなの。で、なんでミキさんはちゃんと真ん中からちょっと上に行っちゃうとか曲がるとかちゃんと考えてくださいよ。合体することを。ということで、続いて今度はよきみきで、みんな大好きよきみきの作品です。お願いします。わあ、手伝い。何をお題なんですか。むず、発明家と、ミスターなんで真ん中より上に出ちゃうんですか。何ですか、お題。ミスターインクレディブル。わかんない、僕もわかんない。わかるじゃないですか。僕の想像で書いていいですか。どうぞ。ミキさんやっぱ体じゃないですね。本領発揮できてないの。タコじゃん。全然わかんない。ミキさん顔やらないと、やっぱりね、来ないんだけど。あ、僕からです。来ました、来ました。何ですか。クッキーモンスター。クッキーモンスター。ミキさんのクッキーモンスター、やばそう。なんかすっごいミキさん嬉しそうなんですけど、やっと絵描けたみたいな、顔描けたみたいな。これしかかけてないじゃないですか。あとクッキー横に。クッキー、茶色のクッキー。
当難しいこれ。じゃあ最後、はい、本気出しますね。出来すぎくん、私顔振ります。はい、用意スタート。プロなんでちゃんと筆を進ませてください。もうダメだ。ミキさん、ミキさん頑張りましたね。よっしゃ、やった、褒められた。二人とも。え、難しいね。難しいなこれ。はい、こんな感じです。いやー、ひどかった。ミキさんもヨキさんも。ひどくないですよ。絵の成長が全然してないじゃないですか。いやいやいや。じゃあちょっと最後に二人がどれだけ成長したかを私の絵を描いてもらいます。覚えてますか皆さん。ヨキさんが描いた私の絵がこちらです。そしてみんな大好きなミキさんの絵がこちらです。ね、ひどくないですかこれ。じゃあちょっとその絵を改めて描いてほしいなって思うんですけど、ミキさんから。楽しみだな。絵の練習したってことはすごい上手に描けるんですよね。もちろんさ。残り15秒です。3、2、1。はい、おしまいでーす。はい。今度ミキさんです。終わりない。よーい、スタート。隠しながら、うん、間違えちゃった、どうしようこれ。間違えとかなくないですか。あと10秒です、いきます。3、2、1、終了。はい、ミキさんおしまいです。はい、ということで見ていきたいと思います。え、これどっち。ヨキさん、ミキさん上手になった。ほらほらほら、ヨキさんの作品やだこちらです。じゃじゃーん、まあ、出てくると思ってヨキさん、あの時間かけてこれ。いや、やばくないですか。ミキさんオチに持ってこようと思ったのに、ヨキさんの方がひどい。ミキさん、おじゃーん、うまっ。え、どうしたんですかミキさん。ちょっとショック、ミキさん。まあ実力でもなんかやっぱちょっと震えてるんだよ。いやー、ショックでした。ミキさんちょっと絵うまくなるの禁止で。はい、ということで今日の動画を見たらきっとヨキさんとミキさんの、まあ、私もか絵心があるのかないのか分かったかと思うんですけど、また好評だったらやりたいなと思うので、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー。お絵かきしようぜ。はーい、しようぜ。いきます。お久しぶりのヨキミキ、ヨキノン、ゆき、おしずし、ミキさん、コツはちゃんと最初に線を見て、はい、その切れ目をちゃんと確認して、最初にそこから描いちゃった方がいいですよ。わかりました。はい。それ以上上に行かないとか、ミキさんの担当下なんで上まで行っちゃダメなんですよ。わかりました。怒られてる。絵に関しては厳しくします。え、何描け。めっちゃ特訓したっすよ。本当ですか。本当そうです。私もミキさんは絶対毎日特訓してる。してないじゃないですか。毎日1位絵描くって決めてる。おやすミルクティー。ショックです。